僕の恋人を試し期間中どういうことよ好きかもわからないでスックスしてしかも今度のデートが初デートって大体遊園地なんてねどうもこうもそういうわけなんでなあ大丈夫一宮。<laughs> ユキノはこういう激しいの得意なんだな、うん、その、たまたま乗ったら大丈夫だったってだけでいや、いいんだユキノが楽しいんだなお俺も激しい部類は好きなんだけどね昼間から下ネタはおやめくださいお客様え、数？いやー偶然だね 男二人で遊園地なんて仲いいなぁいいだろ別にデートなんだろう先に聞いた女ああ私クレープ食べたいな用陽の分も買ってきて二人ではぁ、あ、んで俺まで早く今すぐ食べたいの ハハハハしょうがないなあもう、うんお前はあの女の犬かん違うって女心がわからないやつだな俺は見ず知らずの奴に指図される覚えは俺の彼女でしょうグン<ん>気性がういのねあんたの彼恋人にだけは優しいのかしら 何よ変な顔して俺この場所も携帯の番号も教えたっけ用が全然電話してこないから心配でカズくんを使って裏工作を少々お携帯使い慣れてなくて彼とはやり取りしてるみたいだけどあ<っ>親とも連絡してないんだ見ての通りり何も こんなの持たされてたって全然連絡してこないんだから意味ないよねようごめんいいんだ一人は慣れてるしでもあいつとはさどこかしらいいところがあるから付き合ってやってんのよね